メトロ食堂街閉館後も営業する店舗長坂、さらしなぬのや、多平新宿地下鉄ビル店、メトロ食堂街は、東京メトロ丸の内線新宿駅西口の新宿地下鉄、ビルデイング地下1階、地下2階に所在する、地下街、新宿メトロ食堂街とも呼ばれる。1966年8月25日に、完成した新宿地下鉄、ビルデイングに、 同年9月9日に開業した。当初は地下1階のレストラン7店舗、地下2階の売店2店舗の9店舗で開業した。その後拡張され、総床面積は約365坪となった。高野フルーツパーラー、新宿中村や天ぷら専門店、新宿綱八、追い分け団子本舗など、新宿に本店を構える老舗が出店し、駅直結の リトル新宿ともいえる、名店街であった。東京メトロ丸の内線新宿駅西口改札と JR 新宿駅西口改札間を結ぶコンコース上に位置する都営地下鉄大江戸線新宿西口駅京王線新宿駅新宿駅西口地下広場メトロプロムナードユニクロ新宿西口店が入居する新宿パレットビルと直結するまた メトロ食堂街が入居する新宿地下鉄、ビルディングの上層部は小田急百貨店、新宿店本館の一部となっており、下層部は小田急線新宿駅と一体化している。改札コンコース上層階の地下1階は、レストランフロア、メトロ食堂街、改札コンコース階の地下2階は、ショッピングフロア、メトロプラザとして展開するが一体的に運営され、 にフロアをまとめて、メトロ食堂街と称する。メトロ食堂街が入居する新宿地下鉄、ビルデイングは、東京地下鉄の完全子会社である、東京メトロ都市開発が所有し、メトロ食堂街の管理運営は、同社新宿営業所が行う。なお、同社の社名は2018年3月31日まで、株式会社地下鉄、ビルデイングで、 1966年のビル完成とメトロ食堂街の開業当時は、帝都高速度交通営団の関連会社であった。東京メトロのクレジットカード、東京メトロ強めカードでは、メトロ食堂街と提携サービスを行っており、店舗利用時に、カード提示で、ドリンクや、デザートなどの優待サービスが受けられた。公式キャラクターは、2匹の猫、メロロン、トロロン、 2015年に公募で愛称が決定された。2016年には開業50周年記念イベントが行われ、5月10日から7月22日まで開催された抽選会ではメロロン、トロロングッズも景品として用意された。また、9月1日から9月30日まで開催された50周年記念スペシャルありがとうフェアでは限定メニューとして スイーツパラダイスでメロロン、トロロン、レアチーズケーキ、新宿中村屋でメロロン、トロロン月平が発売された。その他、店舗コラボメニューの提供や抽選会が開催された。1960年6月に東京都が新宿副都心計画を発表し、1960年代には淀橋浄上水場が廃止され、西新宿は著しい発展を遂げた。 その当時に、駅施設が構築された新宿駅は老朽化が進み、駅の東西が線路で分断され、構造も複雑で分かりにくく、駅前にも歩行者のための空間が少ないことが問題となっている。そのため、2018年3月に、東京都と新宿区が、新宿駅西口再開発の都市計画、新宿の拠点再整備方針。 新宿グランドターミナルの一体的な再編を策定し、新宿グランドターミナルとして、鉄道事業者とともに、新宿駅と駅前広場、駅ビルなどを一体的に整備する方針を定めた。2040年代の完成を目指し、駅前広場の改修や、駅の東西を結ぶデッキを線路上に建設するなどとしている。この都市計画を受け、東京地下鉄と、 小田急電鉄の共同事業により、小田急百貨店新宿店本館と小田急新宿駅などを一体的に高さ260メートル48階建ての超高層ビルに建て替える計画が進められており、2022年度に着工、2029年度の完成を予定している。それに先行してメトロ食堂街の閉館が決定された。 2020年9月30日をもって閉館することが同年8月26日に公式サイトで発表され、1966年の開業以来54年の長きにわたり営業してきた歴史に終止符を打つこととなった。閉館を前に同年9月1日から9月25日までありがとうフェアフィナール2020として抽選会が開催され、 店舗では限定メニューなどのサービスが行われた。フェア終了後の9月26日から最終日までは記念品として利用客にオリジナルマスクケースが配布された。食堂外としての運営は終えているが、2021年1月現在も長坂更科布や多平、肉の万世、万世麺店の3店舗は営業を続けている。また、住み会はレストランが 新宿センタービルに移転、販売店が新宿ミロードモザイク通りに開店予定となっている。2020年9月30日の閉館時点。店舗掲載順と分類は同日時点の公式サイトの記載に準ずる。改札コンコース上総会。新宿西口地下広場、メトロプロムナードに直結。営業時間は10時22時30分。 2020年9月30日の閉館後も、当面の間、万世麺店、肉の万世、長坂さらしな布や、他平の3店舗は、営業を継続する。レストランカフェデリスイーツサービスカルチャー、その他改札コンコース会。丸の内線、JR 線新宿駅西口改札、小田急百貨店新宿店地下食品売り場に直結。 営業時間は6時30分22時30分。レストランカフェデリスイーツサービスカルチャー、その他、ありがとうございます。